I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca, wherever you get your podcasts. ポッドキャスト版旅ラジ出発進行。このポッドキャスト番組は RKB ラジオで毎週土曜日朝5時30分から放送している旅ラジ出発進行、そのポッドキャスト版です。ポッドキャストでしか聞けないコーナーもございますよ。それでは早速出発進行。この方とお電話がつながっています。鉄道写真愛好会、福岡在住鉄道愛好家の山下信親さんです。はい、よろしくお願いします。さて山下さんにはね、少年時代に、こういう環境で育っ て西鉄市内線の話とか写真を全国飛び回ったお話を伺いましたが、当然写真だけとは言わず、いわゆる鉄道旅行の思い出もいっぱいお持ちだと思うんですが、その中から一つ二つちょっとかいつまんでご紹介いただくと、山下さんどんな思い出ですか？そうですね、今振り返ると、今ご紹介あったように全国へ写真を撮りに行く過程で列車に乗ったりとかも当然するんですけども、21歳の頃ですね、就職前で、就職したら長期に休みが取れないだろうかなということで、普通なら海外旅行とかそんなのを考えるんですけども、せっかくだったら全国行ってないところもあるんで、国鉄型車両もなくなっていく時だったんで、ちょうど1986年の7月16日からですね、9日間列車に乗り継いで、乗り詰め、博多から博多から行って、そこはまあ大したあれではないですけど、ちょっとまあそのまま普通上がっていくんですけど、下がった西鹿児島まで、急行日南に乗って、ほう、日本線を下った、で西鹿児島からハヤブサに乗って東京に行って、でそして上野に出て夕釣りに乗って青森まで、で青森から青函連絡船ですね。そうですね、当時はまだね、トンネルが、でそれに乗って今度、函館からさっき前に話したキハ82のですね、まだ現役だった網走まで特急大鳥に乗って、でも大鳥に乗って着いたらもう夜の22時ぐらいだったんですよ。で網走駅前に泊まって、翌日また同じ車両運用だったんで、オホーツク2号で札幌まで出て、鮮明に覚えてらっしゃいますね。であと帯広に大空に乗って、あと広尾線ですね、当時有名な愛国から幸福への切符のそこを往復して、それで、今度札幌から、山線周りの43列車だったかな、客車列車の普通の鈍行があって、函館まで出て、山線っておっしゃいましたけどね、実は2ルートあるんですよね、海側走るのと山側走るのと、で山線の、乗って、ちょうど小樽とかですね、余市とか通っていくんですけども、で函館から連絡船に乗って、じゃあ青森についてどうしようかなということで、白鳥に乗って日本海沿い、ロングランの特急ですね。そうですね、大阪まで。ほとんどなんかもう疲れてて乗ってる印象はなかったんですけど、そして大阪着いて、じゃあ大阪から今度は、夜行の大山に乗って、山陰線ですか？はい、20系だったですね。出雲市まで、で出雲市から米子に戻って、本当は松風とか乗りたかったんですけど、もうすでに廃止になってたんで、磯風、1811ですね、で博多まで戻ってきたということで、9日間の14本の特急急行に乗って、はい
で、まあ、せっかくだからということで、A 信頼とか、信頼とか、あと B 信頼ですね、とか、あとグリーン車とか、もうそういうのに乗ったんですよね。で、あとはもう食堂車の思い出ということで。ああ、食堂車もね、普通に特急乗れば当たり前のようについてましたけどね。ですね。はい、何食べたかまで覚えてます？覚えてますね。はい、北海道はやっぱ海産物の海鮮丼とかそんなんいろいろありまして、ね。おー、そうですか。はい、はい、それは羨ましい。もう今となったらこういうスマホでね、いろいろこう撮れる時代でしょうけど、その当時はそんな料理とか撮ったりしない。まあまあそういう人はいなかったですからね。ですね、はい、まあ、そういうふうな思い出とこ、それとあとその乗るために事前にしたのは、切符を公券の、例えば指定券、はい、A 寝台何はやぶさ A 寝台西鹿児島から、東京とかいうのを公券の長いやつがあったんですけど、ああ母横長のね、そうです、はいはい、ありましたね、それを取り扱ってる駅にそれぞれの沿線通る列車の乗るところの、で確認をして事前に、はい、してあったら予約してくれということで予約を取って現金書き留めで送ってきてもらってそれを使ったみたいな。ああ、そうですか。それも記念に取って今回、企画展の方に展示させていただいたんですけどね。ありました、はい、ありました。はい、いや今山下さんの旅行行程をずっと聞きながら思い浮かべてらっしゃった方も多いと思うんですけど、いや今もう一回それできませんから。だいたい列車が走ってないのがありますからですね。583系とかもないし、ないしね、20系もないし、そうですね、24系カエルさもないし、ないし、いやもう一回タイムスリップしてタイムマシンで当時に戻ってこの行程乗りたいよっていう方が全国に何人いるかな。たくさんいらっしゃるんじゃないですかね。ね、ああ、そうですか。いやー、まあ、こうやって、今おそらく空でこう思い出しながら山下さんは語っていただいたと思うんですけども、そういうものですよね。やっぱりね、鉄道の旅ってつながってますから全部がね。はい、ああ、いや、お見事でございました。いや、山下さん、旅行にしても写真にしてもいろいろ魅力があるもんでございますが。どんなところでしょうかね、山下さんにとっての鉄道の魅力って。そうですね、日本のレールがどこまでも続くというところで、まあ、行ったことのないようなですね、遠くの町とかにですね、まあ、列車乗って連れて行ってくれるようなロマン鉄道というふうに思ってますね、はい、JR 九州の社歌のタイトルでございますんでね、これ。あ、そうですね、はい、ハイファイセットが歌っておりますが、いろんな出会いがあったでしょう、今までも。そうですね、列車内ではもちろん撮影地とかですね、お会いした方との出会いですね、それから、まあ、その時に、ね、鉄道とか、旅行談義に話がやっぱり当然集まればですね、弾んでしまうというところで、やっぱり人とのつながりや絆が、できたという形で、まあ、そういうのも楽しみの一つになりましたね。あ、はい、そうですね。それからやっぱり、年賀状のやり取りとかして、はい、今でも進行がある方ですか、何人もいらっしゃるんですね。あ、素敵ですね、そういうのってね、はい、全国に。そうですね、はい、そうですか。近況報告をし合ったりとかね、あと列車に乗って車内で食事をしたりですね、さっき前回鉄道の旅行っていう話をしたときに、はい、食堂車とかのお話もしましたけども、やっぱり食堂車があったときは食堂車利用、それから駅弁とかで、うん、まあ、食の楽しみと、あと夜行列車でやっぱり、日付が変わって翌朝を迎えるという時のなんていうか、すがすがしさですね、うんうんうん、そういった車両の設備、すごいのがあったなっていうところも楽しみの一つじゃないかなというふうに思ってます。本当そうですね。ですから夜行とか寝台が一本一本こうなくなっていくっていうのが、そういう意味ではとても寂しいですから、確かにね、新幹線乗ればすぐ着きますけど、それとはまた違うんですよね。そうですね、まあ、だからあと先ほど、いろんな方の中には鉄道関係の方もですね、当然いらっしゃって、はい、はやぶさに乗った時なんかの車掌をされてた方、ほうほう、とも何回か乗り合わせで
のあの会ったことがあって、それからあの手紙のやり取りとかもさせていただいたりですね。そうですか。やはりあの、食堂車、日本食堂がされてた方、北海道で乗った時にやっぱり年賀状のやり取りとかです、ね、そうですか。で今回も企画展にですね、その、元博多社食の社長の方ともですね、35年ぶりにお会いすることができて、うわー素敵、おー連絡が取れて、はい、お懐かしかったですね、はい、はあ、そうすると山下さんのそういう鉄道の旅の一つ一つに出会いがあって、でその出会った方々との親交が今でも終わりで、いやたった一度の旅行が、あるいは 2,3 度の旅行がものすごく大きな財産に山下さんにはなってらっしゃるということですよね。はい、そうですね。ああ、そうですか。素敵な輪ですね。それはそれにしてもね。はあ、はい。さあ、ちなみに山下さん、これまでいろんなところで撮影なさってると思いますが、車両そのものでどうですか。お気に入り、まああのいろんな鉄道含めてどれでも結構なんですが。そうですね、まあ、あの今なお現役ということで、はい、EF81 の303、点滅機ですね、銀河ですね、無二の、はいはい、そうです。それとあと、まあ、SL 山口はよく行くんで、457とかデゴイチとかですね、はい、あとはあの話にも出ました82系の機動車ですね、松風とか日輪とか大鳥とか乗ったやつの思い出、それから20系とか24系のあのブルートレインですね。寝台車両ね。4パー5系、583系の電車特急。はい。有明とか日輪とか明星とかですね。あとあのジョイフルトレインもあの、12系改造したパノラマサザン、パノラマライナーサザンクロスですね。こういったのが思い出深い車両です、ね。うわ、はい、そうですか。私もこの今山下さんがおっしゃった中は、で大好きな車両が出てきました。82系の機動車、寝台で私20系が大好き、私ゴーパーさん大ファンなわけでして、あと私鉄では名鉄パノラマカー7000系大好きで、っていうのをごめんなさいついでに言っちゃいましたけど、もうねあるんですよ。あ、山下さんとストライクゾーンが似通ってますね、どうやら。わかりました。いや、山下さんの鉄道ワールドいっぱい聞かせていただきました。いや、あのおそらく共感している方もたくさんいらっしゃるかなと思うし、当時思い出したなんて方もいらっしゃると思うし、あ、同じようなことしてる人がいたんだっていうね、そんな風な驚きもあったと思いますし、本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。あの、まあ、コロナ禍でですね、もう3年近く皆さんあの国内外へ旅行とか、ふるさとへの帰省が制限される中でですね、まあ、あのこういう今回ラジオであの、上げていただいたお話で旅の思い出とかですね、ふるさとの人々を思い出してもらったりしてですね、鉄道の魅力を再確認して、まあ収束後には皆さん あっちこっちに旅行計画につなげていただければなというふうに思っております。そうですね、ありがとうございました。鉄道写真愛好会の山下信親さんでした。ポッドキャスト版旅ラジ出発進行、車掌茅野の鉄道クラム。さてこちらは RKB ラジオの旅ラジ出発進行では聞けないコーナーでございまして、こちらポッドキャスト専用コーナーとなっておりますのでよろしくお願いしますね。さて毎回一つのテーマに基づいて私車掌茅野が思い出を語ったり、うんちくを語ったり、そんなコーナーとして展開していこうと思います。その第1回は題して、やっぱり夜は眠れないでございます。列車の旅、これのいろんな醍醐味がある中でやっぱり私が虜になったのは寝台列車なんですよね。ですから、まあ、今や寝台列車っていうのは随分と減ってしまいました。でもね、世界的な動きで言うと、いや、やっぱり環境のことを考えると、いわゆる
ジェット燃料を使う飛行機もいいんだけども、改めて、電気で動くこの鉄道を見直そうということで、廃車に仕掛けていた、寝台車両を元に戻そうかなんていう動きもヨーロッパであるなんていうことをね、聞きました。夜日が落ちてから、まあ、当然通勤の帰りなんかでね、夜景を見ながら電車に乗るってことは、まあ、当然あるわけですけども、そうでなくって心が落ち着いた状態で、そして完全にもうね日が暮れて、窓から覗くと、街灯ですとかお家の明かり、あるいは車のライトだけがポツンポツンポツンと見える、あの光景が、まあどうでしょう、時速100キロ前後で走ってるとして、まあそこそこのスピードで流れていくというね、高速だともうブンブン行きますから、飛ぶように行きますけど、飛ぶんじゃなくってそこそこのスピードで目で追えるぐらいの、スピードで流れていくあの光景が、なんとも寂しげで、ああ今から自分はどこそこへ行くんだな、もしくは故郷ふるさとへ帰るんだなという思いを募らせながらですよ。で夜ですの で当然車内は明かりがついてるとなると、よく見ると車内に自分も映ってるわけですね、夜ですから、まあ、そんな自分と目が合っちゃったりして、なんですけれども、なんとも言えない気分になりながら乗るあの列車で、そこにちょっと目の前に駅弁なんかがあったりして、こうゆったりと思いにふけながら食事をして、本当に特急なんだけど時の流れは決してせわしくないというですね、あの寝台特急で何とも言えない魅力に取りつかれたというのが、私高校時代だったんですよね。だから高校時代にそうなって、まあちょっと1年間親のすねかじりながら、まあその後東京の大学に出るんですけども、まあ、東京ですから、東京と九州往復するブルートレインというのは、まあよく走ってましたね。もう皆さんね、何度もこの番組で言ってますけども、はい、どれに乗ろうか、その旅ごとに楽しんでいたものでございました。でやっぱりふるさとから上京するパターン、つまり上り列車と、それから東京から都会から今度はふるさとに向かう下り列車は、あっ圧倒的に私の場合下りが好きです。上りじゃないんです。上りはやっぱり現実に引き戻される感があって、ちょっとああまた帰ってきちゃったっていう、明日から、普段のまた生活が始まるな、よりはそこからこう離れて、ああふるさとに帰ってきたんだな、だんだんちょっとこう風景が寂しくなっていく下り列車の、何とも言えない、これまた寂しげな感じがまたいい。だからこういうものが揃ってくると鉄道に取り憑かれるのかなって思うんです、ね、単なる移動手段という感じでもないんですよ、いやー寝台列車全盛期、私は再来を願ってる一人なんですけれども、皆さんいかがでしょうかね。そんなに急いで先に行く必要はないですよ。じっくり自分を見つめて、見つめ直しながら時を刻んでいくのも悪くないですからね、はい、そんな旅行が好きな私でございます。次回以降もですね、いろんなテーマで私このコーナー展開していきたいと思います。ポッドキャストもぜひ楽しんでください。ポッドキャスト版旅ラジ出発進行、お相手は RKB の茅野正義でした。それでは業務連絡、降車終了、おらい。ガールズパンチバッテン少女隊のバッテン、バッテン少女隊の春野キーナと葵リルワです。 RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ、
バッテン少女隊のバッテンラジオ隊はポッドキャストでもお楽しみいただけます。アップル、スポティファイ、アマゾンミュージック、グーグルポッドキャストなどでバッテンラジオ隊と検索してフォローをお願いします。